では、うん、心理テストを始めます。流れがもうね来てるね。もうね、ウミガメのスープサイコパス診断ってきて、うんうん、やっぱ手元に心理テストをやりたいっていう気持ちが出てきちゃうからね。楽しいよね、うん、たまたま、まあ、本があるので、うんうん、やっていこう。サクッとできそうなやつを、うん、お互いに出し合うか。そうだね、やっていこう。あ、もう久々心理テスト。ちょっと適当に。あ、いいね。お、OK。お、じゃあ行きます。私から、はい、本ちゃんに出すね。OK。お正月のおせちに欠かせない料理。うんうんうん、うん、はい。これだけは欠かせないというものがあります。それは何ですか？次の A から D のうち選んでください。はい、うん、A、伊勢海老、鯛の塩焼き。豪華なおせちだね、うん。B、黒豆、昆布巻き、鬼姫、ね。C、うん、数の子、アワビ。D、だし巻き卵、栗きんとん。うわぁ、いいおせちだな。いいおせち、ね。すごいね。あぁ、4択か。これだけは欠かせないっていう一つを選んだわ。D かな。お、だし巻き、栗きんとんかな。ちなみに私も D かなって思った。美味しいよね。うん、この選んだおせちからあなたの好感度アップのための方法がわかります、うん、はい、はい、選んだおせちはあなたが人付き合いの中で求めるポジションを表しています。ほうほうほう。そこから人に好かれるための好感度アップの方法がわかりますと。じゃあ D 見るね。うん、裏表をなくすこと。あなたが選んだのは甘くて見た目も可愛い料理、デザート的な楽しさがあります、うん、そうね。あなたもその料理のように可愛くお茶目なところがある人。あら、みんなから好かれ可愛がられるでしょう。ただ自分が好かれたいばかりに相手に合わせて態度を変えることがあるようです。誰に対しても裏表なく誠実な態度で接すれば可愛がれるだけではなく信頼もしてもらえるはず。合点。ちなみに、なるほどね。 A、伊勢海老、鯛の塩焼きを選んでると自分だけではなくみんなを引き立ててっていう。おー。 B、 黒豆、昆布巻き、鬼しめだと、うん、ほんのちょっとの寛容さが大事と。なるほどね。 C、 数の子、アワビは細やかな気配りで評価アップらしいですよ。おー、うん、私おせちで一番好きなの、うん、伊達巻きなの。あー、そうなんだ。なんか一番近い、その卵が好きだけど、ね、近い近い近い。そう、栗きんとんのやつにしてた。私は圧倒的に栗きんとん、おばあちゃんが作る栗きんとん大好きなんだよね。え、手作りなの？手作りなの。なんて素敵なの。あれめっちゃ手かかるって聞いた。綺麗な黄色よ。すごー、うん、ね、あのさ、はいはい、栗はまだ分かるの、塊いるけど、うんうんうん、あのペーストってあれあんこ？あの白あんに色つけてんじゃないかな。あ、白あんか。いや、でも栗のペーストか。なんか謎で美味しいけど、あれは何でできてるんだろうってずっと思ってたの。マロンペーストみたいなのあった気がするけど。いや、いいな、うん、おせち手作り。私もさ、今の話聞いて思い出したんだけど、うん、あのおばあちゃんが、うん、もう亡くなっちゃったんだけど、うん、私が小学生ぐらいの時に、うん、あんこ手作りしてたの。すごいよね。小豆からもう洗って、すごいね。そう、それをね、近くで見てて。でも当時私身長ちっちゃかったから、うんうんうん、全然あのね、キッチン高くて手元とかちゃんと見えなかったんだけど、まあ、ちょっと椅子に登って一緒にお手伝いしたりとか、あと湯がいた小豆を布巾で包んでこう絞ったりとか、ああ、ね、あるね、作業したなっていうのを思い出した。ノスタルジック。いいね。いい思い出じゃない。ねえ、手作りっていいよね、うん、よし、私行くよ。はい、次。私もじゃあ見ないでめくってみる、うん、ここ。あ、はい、行きます。はい。温泉旅行の宿探し、うん、一番心惹かれる宿は、うん、温泉旅行に行くことにしました、うん、インターネットの検索サイトで旅館を探しています、うん、同じ値段で5つの候補が上がってきました。口コミで選ぶとしたらどこにしますか、はい、A、 なんといっても料理が美味しく種類も豊富、うん、B、 隅々まで掃除が行き届いていて清潔感がある。C、 従業員も親切で家族のようなおもてなし、うん、D、 従業員もあまり立ち入らず隠れ家的で静かに過ごせる、うん、E、 かの有名人も宿泊したことがあるという老舗御宅だね。へー、まあ、どれも大事だけど、
口コミで選ぶとしたらだからな。口コミで選ぶとしたらか。そう、口コミを見て選んでるみたいね。私清潔感があるとこ。あ、 B 清潔感。 B ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。 OK。 ちなみに相手との心の距離を縮めるコツがわかる。あ、さっきとジャンル一緒か。まあ、答えてみよう、うん、B B を選んだあなた、はい、働き者だけど口うるさい人と思われている。やばい。ほう、あ、ごめん、これは、うん、家族や身近な人にどう思われているかが見えてきます。なるほど。口うるさい人働き者だけど口うるさい人と思われている、うん、清潔感を大事にするあなたは何事にも完璧を求める人、うん、秩序のある生活を求め礼儀やマナー常識を重んじるタイプ、うん、身近な人からはしっかりしていて働き者と思われ中にはあの人を見習いたいと思っている人もいるかも。家族からも真面目できちんとした人と思われていることでしょう、うん、ただしちょっと口うるさいと感じられるところがあるようなので周りの人の至らない点には目をつぶりおおらかに構えてあげましょう、はい、だって。わかりました、気をつけます。ちなみに A の、うん、料理が美味しい、うん、種類も豊富な選んだ人はタフで心配のいらない人と思われている、めっちゃいいじゃんね。で C の従業員も親切で家族のようなおもてなしを選んだ人は気が利くけど時々度が過ぎる人と思われている、うん、で、あとは D の従業員もあまり立ち入らず隠れ家的で静かに過ごせる、うん、私これかな、うんうん、で選んだ人は個性的で変わった人と思われているなるほどね、うん、あとラスト E のかの有名人も宿泊したことがあるという親切。あ、それ私迷った。を選んだ人はできる人だけど見えっぱりと思われている。あ、どっちもどっちだな。できる人ってやっぱ思われてるんよ。まゆし、そうなんかな。すっげーわかる。働き者かできる人か真面目できちんとした人でっていうことなんだね。面白い。意外と当たってるかもしれないっていうやつだった。いいね。なんかポンちゃんの個性的もわかる。いやなんか静かな旅館もいいね。うん、あと私ご飯で迷った。あ、分かる分かる、うん、いやご飯が美味しい旅館は絶対いいとこなのよ。そうなのよ。それで安ければいいよね。最高だよね。値段が一緒、それで値段一緒、すごくない。すごい。なんなら部屋で食べれたらなおいいよね。確かに部屋食ね。分かる。もう一回ずつぐらいいけるかな。うん、行こうか。えいや、ほい。あー、うーん、おー、はい、うん、複雑そう。いきます。はい、元恋人からの高価なプレゼントいくらで売れるでしょうか。ほう、恋人から高価なアクセサリーをプレゼントされました、うん、でもその後すぐには恋人んその後すぐに恋人はあなたを捨てて他の人の元に行ってしまいました、うん、なんていうことだ。あなたはそのアクセサリーをネットオークションで売ることにしました。おー、売れ売れ、うん、さていくらで売れたでしょう、うん、A 思った通りの、うん、思った通りの値段で売れた、うんうん、B思っていたより安くしか売れなかった、うん、C 思っていたより高く売れた、うん、どれか。あ、三択、うん、オークションでしょ。ネットオークションで。ネットオークション、うわー、そうだな、思ったより高く売れた、うん、お、じゃあ C ですね、うん、そんな C を選んだあなた、この心理テストで分かること、うん、アクセサリーの値段からあなたの失敗の受け止め方が分かります。ほう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 。 C を選んだ人は、うん、いい経験だったと目を背けがち、はい、はいはいはい、あなたは失敗を失敗と認めない人。それは失敗ではなく次の成功のためのステップだとかいい経験だったと考えるかもしれません。確かにそうかも。それだけ物事を前向きに捉えているといい言えなくもないですが、失敗を認めてしまうと、うん、自分の価値が下がりそうな気持ちになるのでしょう。潔く過ちを認め、どこが悪かったかを理解することも必要。それがさらなる飛躍につながるはずですと。なんか染み渡るわ。心当たりが。そうね。確かに確かにそうかもしれん。わ。ちなみに私 B だったな。B は何だっけ？思ってたより安くしか売れなかった。わ。いつまでも悔しがる割にまたやっちゃったが多いタイプ。かわいい。失敗
したら何の意味もないという気持ちが強く、それだけミスした自分を許せないという思いが強いのでしょう。一度失敗したら二度と、同じ失敗は繰り返したくない、同じ失敗を繰り返すのはバカだと思っているようです。にもかかわらず、ああまたやってしまったというようなそそかしい面もありそう。ちょっとわかる、やってしまうんだよね、ちなみに、思った通りぐらいだったかな。は、失敗を引きずらず教訓にできる人、一番いいじゃん。一番いい失敗は失敗と比較的冷静に受け止められる人だそうです、なるほどな。これちょっと刺さりました刺さりましたちょっと、ね、失敗失敗って確かにな、考えようみたいなところもあるもんね、じゃあこれお行くね、街角ですれ違った女性からふわりといい香りが、ふとすれ違った女性からとてもいい香りが漂ってきました、それはどんな香りだったでしょうか。これ4択ね、A ラベンダーの香り、 B フローラルブーケの香り、C バニラ&パッションフルーツの香り、 D シトラス&ミントの香り。いい香りなんだもんね。うん、そういい香りが漂ってきました。あー、いい香りってことは好きな匂いってことでいいのかな。 B フローラルブーケ、なんか石鹸に近い。あ、じゃあフローラルブーケってことは花か。花系の、でもなんか柔軟剤であるよね。あ、じゃあ柔軟剤っぽい香りってことで。オッケー。じゃあ B を選んだマイシーは、これで分かることは、あなたの恋愛傾向が分かります。めっちゃ恋愛の心理テストだった。ね、フローラルブーケを選んだあなたは、女磨きに全力投球なフェミニンタイプだって。フローラルブーケの香りは女らしさを武器にできる女性の好む香りです、異性の目を意識しちょっぴり気取ったり、それとなく女としての魅力をアピールするタイプです。もちろんおしゃれにはとても興味があり、恋の相手にも都会的でセンスのいい人がいいと思っているはず、あなたが男性なら連れて歩くと周りに自慢できそうな女らしい女性が恋人に理想的だと思っているのでは、っていう。周りにはおしゃれな人多いよ、私の周りには。おしゃれな女の子は、でも男じゃないからねあ、でもなんかあれでしょ、自分磨きにめちゃくちゃ頑張る人ってことだからね。確かに素敵なことだよね。自己投資は頑張ろうと頑張ってるよ。なるほどな、なんじゃん。私 D かな、シトラスミント。シトラスミントこっちか。スマートで洗練された恋をするタイプ。知的で冷静な女性が好む香り。頭の中がクリアで恋愛においてもあまり感情に溺れたりしない人です。物事を客観に見て理解する能力の持ち主。そうでありたい。そうでありたい。じゃああとね、A のラベンダー、は自然体でリラックスした付き合いができる人。あ、これもわかるな。あとは C か。バニラ&パッションフルーツは、無邪気で活発。あ、快活か。無邪気で快活。でもどこかセクシーな人。だって、これでも匂いの好みじゃね？そうね。確かに。匂いの好みじゃね？石鹸の香りとか集めがち私。だから私もその香水とか、まあ、いい香りのもいっぱいあるけど、そういうのよりなんかその柔軟剤の、わかるわかる、なんかこう匂いとか、あと干した布団の匂いみたいなのが一番好きっていうのめっちゃわかる。なんか甘ったるいのとか好んで選ばないかも。そうね、好きな香りの話だね。あとラベンダー苦手。あー、そうなんだ。そう、お花のラベンダーは平気なんだけど、その作られたラベンダーの匂い、そうね、香水とか、部屋に置くさ、なんだっけ、芳香剤、あ、そうだ、みたいなやつのラベンダーはちょっと苦手な、まあ、そういうのみんなあるよね、あるよね、それね、っていう感じでした、はい、みんなはどうだったかでしょうか。はい、じゃあまた来週。